綺麗な青島やな。あーすごい濃厚。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。京都へおいだすーのミスタ京都アッキー。はい、本日は5月20日に新たにオープンいたしましたラーメン店の方に向かわせていただきます。ほんでそちらのお店はですね、オープン前にとある人からこういう美味しいお店ができるんでぜひ行ってほしいっていうふうに言われまして、直接お店の方に連絡させていただいたところ、なんとですね、以前僕が動画配信させていただいた四条大宮の立ち飲み屋さんで、海鮮とか串焼きが非常に美味しくて安くいただける僕のスタンドっていうお店の系列店っていうことで、いやびっくりしましたね。ほんでその名もなんと僕の麺どころというラーメン屋さんですね。ほんでそっちのラーメン店見てる限りはあっさりスープとこってりスープがありまして、もう写真見てても非常に美味しそうなのが伝わるんですけども、はい、とりあえず本日はそちらのお店に向かわせていただきます。場所はですね、烏丸通り四条を上がって六角通りを東に行って東の通りを下がったところって聞いておりますんで、はい、非常に立地条件のいい場所になってますね。はい、ということで今から早速そちらのラーメン店に向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。そしたらね、こちら、烏丸通り四条上がって六角通りですね。六角通りをこちら東に行きます。いやこの辺ももうラーメン激戦区ですよね。でもそんな中に新たな美味しいラーメン屋ができたということで、はい、非常に楽しみです。駐車場もありますよ、近くに。以前動画配信したつるりんさんですね、そこを越えてこちらですね、東の都民通り下がる。以前ね、担々麺専門店のタンタンさんのあった場所ですね。こちらになりますね、僕の麺どころ、こちらになりますね。おお、夏限定の冷やしもあるな。これがレギュラーメニューですね。あっさりチンタン系とこってり混ぜそばもあるよ。どれも食いたいけどね。こんにちは。鶏スープですね、鶏スープ。6時間煮込んで炊いて仕上げる。魚介も入ってるみたいですね、黄金スープ。チンタンスープ、チンタン推しですね。こんな感じのカウンターで、で奥にテーブル席、この1位があっさりチンタンで、この熟成って書いてるのがこってりになるそうで、ここで混ぜそばとかあってご飯物もあります。はい、そしたらね、こちらのラーメンはね、あっさりとこってりあるんですけど、僕一人で両方食べれないんで、今日はゲストで僕のスタンドの店長、りょうちゃん、
願いします。久しぶりですね。お久しぶりです。で、楽しみです、はい、お願いします。じゃあどっちで食べますか、こってりかあっさり。あっさりいきます。あっさりいきますか、はい、今度は僕こってりいきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。りょうちゃん、スタンドの方はどうなんですか。スタンドは絶好調。場所がいいもんね。そうですね、場所良すぎます。ビールも安いし、はいはいね、食べ物もうまいし、はいはい、みんなぜひ来てください。四条大宮の、ロータリーの中にね、はい、ありますんでね、はい、ぜひ皆さん立ち飲みの方もよろしくお願いします。お願いします。そうしたらね、来ましたよ、こちら。こちらがあっさりですね、りょうちゃんあっさりいただくということで、肉増しで、はい、はい、ありがとうございます。うまそうですね。いやー、ほんますね。で、肉も3種類入ってるんですよね。入ってます。鶏胸もも、はい、豚肩ロース、豚肩ロース、はい、食べてみてください。すいません、はい、いただきます。お願いします。あ、いい香りしてるね。そこのバキュームか。バキュームいきましたか。うまい、うまい、うまそうですね。うん、麺は定額なんですか。そうです、定額ね。もちもちした感じの麺ですね。そうね、ね、香りよくね。ちょっとスープ飲んでみてください。わあ、綺麗なチンタやな。うまそう、肉ね、染みますね。ね、鶏の旨味と醤油の甘さが、ね、これ流行りますよ。流行ればいいですね。ね、ね、はい、ということで僕はこのこってりの方をいただきます。あー、すごい濃厚。うわー、うまそうやな。ということでいただきます。ほら、行くぞー。こってりむっちゃうまそうや。いただきます。始め。うん、まー、むちゃくちゃうまいな、これ。鶏と豚も入ってるんですよね。はい、鶏、豚、魚介、はい、魚介と愛情、愛情、愛情ね、はい、これ一回食べたらハマるね。ハマりますね、ね、はい、むちゃくちゃ濃厚やけどね、そんなしつこくないね。これ癖になりますよね。ね、これどちらもいいね。ちょっとね、ちょっと僕スープもらおう。スープ、あっさりのスープ、うまー。これは染みる系やね。染みますね。体に染み渡る系、はい、うん、香りがええわ。いや、ほんまこのチャーシュー3種類楽しめるっていうのもほんまにありがたいんですけど、このラーメンはもちろん辛口調味料、塩、無塩、無課長ですね、はい、素晴らしい、素晴らしい、ほんま胸肉。そしたらほな、こちら胸肉。うわ、柔らかで、ね、食べ応えのある胸肉、うん、味もしっかり締めてます。で、こちら豚ですね。なんこれ。レアチャーだね。レアチャー、レアチャー、うまっ。これは人気出ると思うよ、ほんま。もう一気にいきますけど、続いてももですね。柔らかい。柔らかいし、それぞれほんまに全然個性があって、うん、いや、全然むちゃくちゃいいね。今度は麺いきます。麺は定額さん。定額さん、うん、この絡んでくる麺、これね、どうだろう、ちょっと太い麺の麺ですね。そうですね、太麺、ストレート、プチ太麺ですね。プチ太麺、プチ太麺、これ、これ、めっちゃうまそうだよ。うん、まほら、すごい量ですね。やりすぎかな。ほら、行こう、麺バギムじゃん。うん、you
まい。つるもち麺、つるもち麺、つるもち麺、歯ごたえあります。歯ごたえある、柔らかすぎずちょうどいい硬さで、うん、うん、うまいですね。入れてください。入れるんすか。はい、一味っす。はい、香り高い。ありがとうございます。いや、僕も一味です。これ山椒も入れるんですか。これ山椒いきます。いや、どっちでも、どっちでもいいです。僕は一応入れます、味変に。僕もいきます。このスープ山椒合いますよ。合いそうですね。うん、絶対合います。うん、うん、めっちゃ合う。うん、山椒合う。ストップ。胡椒オイルです。胡椒オイル、胡椒オイル、味変に胡椒のオイル。おお、お、また変わります。珍しいね、胡椒オイル。味変に胡椒オイル、胡椒オイル混ぜます。合うねこれ。めちゃめちゃ合う。めっちゃうまい。これこれは味変が楽しめる。最後りょうちゃんのところで飲んで、阪急、はい、乗って、はい、カラスマまで来て、はい、でここで一杯ねラーメン食って。いやもうそれが最高のパターンですね。京都新たなコースです。やってもうた。うまかった。うますぎた。店長むちゃくちゃうまかったですわ。あ、出ます。やばいレベルにうまい。毎日でも食える。ほんでこの系統のラーメンはこの烏丸界隈ないから、皆さん食べに来てください。ほんで肉も3種類入ってるんで最高です。あ、出ます、はい、こちら東の東院六角にこういう形で美味しいラーメン店がオープンいたしましたので、皆さんこぞって食べに来てください。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。あきさん、次に続き入ります。この店ですか。はい、明日来ようかよ。明日明日よく入りました。ありがとう。毎日来ないからね。あー、うますぎた、ね、やってもらう。お、やったね、やったね。完食、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、綺麗に完食しました。最高でした。ごちそうさまでした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、ね、本日は新店舗僕の麺どころさん行ってきましたけどね、うまかったね。食べてみたら分かると思いますけど、ほんまに美味しい、はい、ほんでこってりとあっさりがあるんですけど、こってりもそんなにしつこくないですよね。あっさりもコクがあってむちゃくちゃうまい、はい、ということで皆さん、こういう形で美味しいラーメン店がオープンいたしましたので、ぜひ一度お立ち寄りいただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、ああ、しらーす。おらっしゃ。最高でした。また行きたいですね。混ぜそばもうまいらしいんでね。気になりますけど、はい。今日はこの辺で、ありがとうございました。